んにちは、ブルホースです。本日もね、バイオハザード4。 What's the news on our friend Leon? 今回ね、リーダー編チャプター4ですね。ここからはなんかオリジナル、まあ全部オリジナルストーリーか、まあ、オリジナルの何て言ったらいいのかな、ステージ。それまでなんか恋愛編のね、使い回しみたいなところばっかり。If you try to do anything clever, I will kill you. 今回ね、Is that so? 全く見たことないステージだったね。まあ、何回かプレイしたことあるからこそ分かってるけど、もう初めてだったから、うわ、なんか全然見たことない、ドキドキするわーっていう感じだったんですけどね。さて、ちょっとあの、ウェスカーとエイダのイチャイチャシーンがあるんで、ここだけ黙っとくか。Quite a jolly mess he's made, that Leon. But all for the better.Sadler's people have fallen into a panic. Their destruction is only a matter of time now. Once he gets Ashley back, his job will be finished. He'll no longer be a factor. No, I'm leaving Leon to Krauser. Hurry up and retrieve the sample. Maybe you forgot, Wesker. I don't always play by your rules. うー、かっこいい。ということでね、レオン抹殺を阻止せよということでね、まあ、やっぱりなんだかんだレオンのことが大好きなエイダ兄さんってところですよね。あ、さて、早速ですが、進めていきましょう。お、なんか新しい武器。その前に、お金がね、やっぱりね、そろそろもハンドガン、うん、いらない。微妙だな。7万、8万。スペースが、ちょっと待ってね。ちょっと、はい。そうそう。あ、なんかね、ちょっとね、最近、近くっていうか、まあ、通る駅のところでね、ちょっと悲しいことにね、自殺された方がね、出たんだよね。飛び込みで、あら。飛び込みでね、自殺された方が出ちゃったんですよね。うん、まあね、このご時世なんでね、まあ日本ってさ、その自殺大国なんですよね、実は。まあご存知の方多いかもしれないですけど、で、どのくらい自殺が多いかっていうと、1日で、年間です、2万人、まあ2万5000人くらい亡くなってるのかな。うん、2万5000人くらい亡くなってて、で、まあ、それが365だから、まあ仮に3万人とか亡くなった時期もあったからな。だからそういうのを考えるとね、結構、だから1日やっぱ2、30人はね、もう全国各地でいろいろと亡くなっているっていう考え方になるんですね。ちょっと、いきなり盾持ちか。うい。うい。よし。で、そう。だから僕自身もその、まあ、何度かね、いろんな動画で話したことはあるけど、自殺をね、したことはない、当たり前してたら今言いねえっちゅう、うん、自殺をね、しようと思ったことはないけど、おお、ちょっと待って、後ろ、自殺をね、よぎったことはある、その考えたとかじゃなくて、なんかね、毎日のように自分がその当時住んでたマンション、7階に住んでたんだけど、そのマンションから、ベランダからね、飛び込んでね、なんだそう、ベランダから飛び込んで、で、駐車場に頭がぐしゃっていくっていうのを何度も何度も見たんですよ。さあ、まあ、なんとか今無事に生きてるからね、ドラも今ね、家族を養うために、精一杯ですよ。これよろしくないか、よろしくない気がするけど、まあちょっと地道に地道に、あ、ちょ、こういうね、こういう些細な、ね、操作ミスがね、ハンドガンもいらない。ここに登ってたら、まあ普通に上がってこれんでしょう。あとなんかね、この、なんかその自殺のね、話をね、見てね、思い出した、うん、思い出したんだけど、中学生の時に目の前でね、自殺をしようとしている女性を見たことはある。うん、本当に何て言うんだろうな、正気を失ってこういうことなんだなって思った。何て言ったらいいんだろうな、当時その中学生の時で、1か中2だったかちょっとそこまで覚えてないんだけど、
塾通ってて、で友達 7,8 人くらいかなと一緒に今帰ってたんですよね。で最寄りの駅でちょっとな、まあ、長めの信号機がある大きい交差点があって、でそこで待機し、まあ、いつもそこでねみんなで待って、でそこを通ったところで、まあ、みんなバイバイみたいな、そんな感じの生活を過ごす、解散してみたいなんですけど、なんかねすごいザワザワしてるんですよ。でザワザワしてて、どうしたみたいな感じになって、で振ってみたら、その女性のお父さんらしき人とその自殺を考えてらっしゃる人、その自殺しようとしている女性のが交差点のど真ん中でなんかすごい吸ったもんだやってるんですよ。あ、ところがその お父さんなのかな、お父さん、多分お父さんだと思うんだけど、彼氏じゃなかった、そんな年齢ではなく、そんな年齢差の感じではなかったから、で、ね、そのお父さんがまあ、なんか名前とかなんか言ってたりとかしてるのかな、ちょっとあんまよくそこまでは覚えてない、名前言ってたかどうかまで覚えてないんだけど、その名前呼びながら来なさい来なさいみたいなこと言ってるのに、その本当に、ね、死を覚悟した人の顔ってなんつったらいいんだろうな、目に正気が宿ってないって言い方が多分正しいと思うんですよ。本当に何を見てるかわからない目線、なんかそんな感じで、でうちち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 そうで、なんかねその道路のど真ん中にペタれ込んでしまって、全くピクリとも動かない。大のさ男がさ女性を引っ張ってるのにビクともしない、相当やばいよねと思ってて、本来ならその僕ら中学生であれ、その周りでいろいろ見てる矢島であれ、本来さすがになんか見たらさ、なんか助けなきゃみたいな風に思うかもしれないけど、だからね本当に人に触れたら多分自分たちも引き込まれそうみたいな感じになってしまって、ムービーもう一回アイテム整理からやる。コーヒーのやつです。氷も食べてる。くそ、勝って。マジか。ごめん、もう一回皆さん付き合わせて申し訳ないけどやるわ。自殺をねこう考えてる人って本当になんか魂吸われてるかも、なんかここに心ここにあらずという感じで、いやあんな目をする人っていうのはこう未だかつて他で見たことがないから、本当にその自殺 をやろうとしてる人っていうのはそういう感じなんだなと思って、道路しかも裸足だったんだよね、そういえば思い出したけど、裸足、だから本当にその前なんか家飛び出したんだろうね。まあある意味その自殺ってさ、なんて言ったらいいんだろうな、自分のさ寿命とかってさいつ尽きるか分かんないじゃんね、あちょっとたくそだな、ごめんねみんなイライラさせて、まあイライラしてるの俺なんだけどさ、よいしょ、あここはライフルなんだね、 OK でさ、まあ、いつ寿命が尽きるかって分かんないじゃん、病気になったとしてもさ、あなたの寿命は残り半年ですとかって言われてもさ、わずか2ヶ月で死ぬ人もいればさ、1ヶ月え、じゃじゃじゃ1年以上生きる人もいたりとかさ、おーおーすごいサンドイッチクロスソウル、落ち着けしぶと、そうっていうのもあるからさ、なかなか自分のさそのね、立つ瞬間までもな、どうなんだろうな、これも安楽死とかだったらあれかもしれないけど、自殺ってなったらなんかその自分の制御しきれない心のそのなんかねコントロールのところで決断をしているところもあるから、ある意味不幸なのかな、ある意味でかなり不幸にってなっちゃうんだろうけどな、ごめんなさい、あいつは爆発しねえのかよ。
Bien joué. Bien joué. デブが走ってくる。なんかあのジャイアンの究極形態みたいな。あれ？マイクの代わりに斧持ってます。斧ってあんなのハンマー。あ、今回なんかあれ爆発させられたの。ちょっとかっけえな。ああ意外とあっさり。ヘイ。あらい。ありがとう。あ、ここはそう、あーなるほどね、お亡くなりになってたね。オッケーオッケー。命は大事にしないとね。生きてるはずだ、なんとかなるんだから。なんかまあ死ぬこと以外かすり傷って、まあ、生きてる方が辛いっていうのはあるかもしれないけどさ、その辛いとか幸せとかさ、悲しいとかムカつくとかってさ、結局さ、あの命あってね、覚えることだからね。それその全てのあらゆるありとあらゆる感情とかねっていうのはもう感じられなくていいわってなるんだったら、まあ死を選ぶっていうのは仕方ないのかもしれない。まあ僕もね、その自分そのなんて自殺をしようって思ったことはないけど、ね、あのやっぱりよぎったり夢で何回も見たりとかっていう経験はあるから、そのくらいのそのしんどさっていうのを、まあなんて言ったらいいのかな、まあ事実ね、本当にそのくらいしんどいなっていう時期はねあったから、気持ちがわからなくはない。からなくはないけど、まあ、生きてりゃなんとかなるってペローナじゃないけど、なんいいことあるって言って、うるせえとかってなんかウソップに言われるかもしれないけど、うん、まあ、それはなネガティブとあれの話だから、ちょっとまた違うのかもしれないけどね。そんな感じだよね。さてさて、どうしよっかな。なんかちょっと死んだことによって今ね、だいぶねやる気がなくなってます。首取れても頑張って走ってきてるやついるけどさ、とりあえずちょっとめんどくさいんで、あ、まだ食らってるやつ、あーちょっと上のがめんどくさそうだな。とりあえずボウガンが当たらないところ、あちょ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 、おびき寄せて、めんどくさい。開ける？開けて。よし、オッケー。ほい。ほい。ティア。よし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 。今ね、これね、夜中にやってるんですけど、だいぶね、まあ、睡眠時間削っちゃってる部分は正直良くないっていうのは自覚もしつつも、でもなんかね、だいぶね、朝5時とか、まあ4時半くらいにも起きてるんですけど、週に5日くらいは4時半から5時くらいの間に起きるっていう生活を過ごしてるんですけど、朝早いと結構あれだね、脳がすっきりするし、すごい、うん、なんか一日が長く感じられて、まあそのな、まあ、あのダラダラ過ごすにしろ、あの効果あるに過ごすにしろ、すごいね、いい日常を過ごせてるからね。朝起きってやっぱ朝起き、それみんな朝起きるっちゅう、早起きってね、やっぱりなんかすごい、まあ3本の服って本当に言うんだなと。そのだから今ジムにね通ってる。でジムに行かない日は あのお散歩に行ったりとかしてね、うん、ちょっと近所をね20分から40分くらい散歩だらだらっていうのやってるんですけど、あ、めっちゃ意味ないことした。もう一回登る。で特にね、何がいいって、休日がこれまでね、僕 あのね、8時とか9時とかに起きたりとかしたんですけど、それがね、おお、びっくりした、ね、5時とかさに起きてさ、で7時くらいまでその、ね、ジム行ってって、で帰ってきてってなったらね、そのくらいの7時、7時半くらいにね、あの嫁と、ね、娘ちゃんも起きるんですよ。でそこからね、朝ごはん一緒に食べたりとか、そういうのとかをしてたらね、すごい朝が早く感じられて、ね、これまで、その、午前中に買い物行くっていうのがまあ習慣だったんですけど、午前中買い物行って帰ってきてってなったらね、12時とかなったのが、ね、大体10時とか11時くらいにはね、もう家に帰ってきて、ね、すごいね、家で、おお、びっくりした、いたのかよ。家でね、あの過ごす時間っていうのが長くなったんで、ちょっと待って、イエローハッ
だから休日もすごい充実するようになった。この間ね、ピクニックも、ね、何回かゴールデンウィークも兼ねてね、まあ、旅行も行ったけど、普通にピクニックとかも行ったりとかしてね、すごい最近ね、うん、この1ヶ月くらいジムに通い始めてきてから、やっぱりその体が鍛えられてムキムキになってきてるっていうこと以外にもすごいいいことがたくさんね起こってるんで、やっぱ早起きはね、まあ、ちょっと寝不足感があって大変なんだけど、うん、いいねっていう感じもある。まあ、寝不足になってしまったらね、筋肉の成長ができないから、寝る日は寝てる、力尽きる日はね、本当にね9時とか10時とかにはね力尽きちゃうんで、まあ、9時10時に寝れればね、7時間8時間普通に寝れますから。はい、ということでね、小栗の、これか、了解。こっからまたちょっと長くなりそうなので、一旦ね、この辺りで区切って終わりたいと思います。ということでね、本日も動画最後までご視聴ありがとうございました。ちょっと暗い話をしちゃいましたが、ぜひね、チャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。